皆さん、こんにちは、こんばんは。現チャンネル、産経新聞元社会部記者の三枝源太郎です。今日はですね、ちょっと、えー、ジャニーズ問題なんですが、ちょっとした、えー、裏話といいますか、こんなことがありましたというのを皆さんにご紹介したいと思います。これね、2019年の11月15日、えーまあ、あの日本経済新聞に、 えー、小さな小さな訃報が載っています。えー、坂上善秋氏が死去、元衆院議員という、こういう小さな小さな記事なんですけど、坂上義偉ですし、えー、坂上義偉元衆院議員、11月14日、の拘束症のため死去、72歳で、ほにゃららと書いてます。でですね、お気の毒に、まあ、これしか書いてないんですね、1996年、自民党から出馬して初当選。 二期勤めた。2006年から宝塚市長を務めたが、市の霊園整備事業をめぐり、業者から現金を受け取ったとして、収賄容疑で逮捕され、任期中に辞職した。これだけです。で、なぜ僕はこの坂上、坂上義秀さん、坂上善秀さんですね、を取り上げたかというとですね、この人はなかなか面白い方といいますか、 ちょっと変わった方というか骨のある方なんですよね。で、ちょっとこの日韓現代、まあ日頃は僕がちょっとええって思ってる日韓現代をですね、あえて取り上げようと思います。2000年4月にですね、実はこのジャニーズ問題をめぐって面白いことがあったんです。そこで、えー、坂上さんがご活躍されたということを、えー、ちょっとご紹介しようと思います。 えー、後半部分から読みますね。2000年4月13日の衆院、青少年問題に関する特別委員会、自民党の坂上義秀氏、2019年死去は、最も深刻な問題である、ジャニー北川社長のセクハラ疑惑についてお聞きしたいと思いますと切り出し、こう続けていた。報道によれば、ジャニー北川社長は、少年たちを自宅やコンサート先のホテルにおも招いて、いかがわしい行為を繰り返しておるという内容のものであります。 なぜ少年たちがこんな行為に耐え忍んでいるのかといえば、ジャニー北川社長に逆らうと、テレビやコンサートで目立たない場所に立たされたり、デビューに差し支えるからというのであります。さらに坂上,坂上氏は、ジャニーズ事務所に所属していたという少年の母親から独自入所した手紙を読み上げた。少し長くなりますがご紹介をさせていただきます。うちの現在、 高校2年生の息子も中3の冬にオーディションに合格し約1年間ジャニーズジュニアをしていましたが事務所からのコンタクトがなくなり自然に辞めたような形になりましたずっと後になって息子から聞いたのはオーディションに受かってから初めてレッスンに行った時先輩のジュニアからもともしジャニー北川さんから言う今夜はホテルに泊まりなさいと言われた時 多分、保護されるかもしれないけれども、それを断ったら次から呼ばれなくなるから我慢しろと教えられたそうであります。そして警察庁などに対しこう迫っていたのだ。ジャニー北川氏はセクハラを行った後に数万円の金銭を少年たちに与えておりますが、東京都や大阪府などで定められた青少年健全育成,育成条例では、改旬処罰規定があります。例えば東京の場合、何人も青少年に対し、金品、職務、駅務、 その他財産上の利益を対象として供与し、または供与することを約束として、約束して成功または成功類似行為を行ってはならないとあります。この規定に抵触するのではありませんかジャニー北川氏のこのようなセクハラ行為は今後、警察庁としてどのように追及し捜査をされようとしておりますのか ジ、えー、ジャニーズ事務所所属タレントが一日所長を務めたり、所轄署に差し入れを行っていることが、捜査に影響を与えているのではないかという意見もよく聞くわけでございますが、え、これに対し,し、えー、出席していた法務省や警察庁の担当者は、個別の案件については答弁を控えたいなどとのらりくらり、真正面から取り上げようともしていなかった。少なくともこの時、警察庁などが捜査するなどしていれば、その後の性加害は防げたのではないか、えー、 ジャニーズ性加害当事者の会が国の関与を求めるのも理解できるだろう。いやここはちょっと僕異論があるんですけど。ちなみに、坂上氏は、性加害を認定した外部専門家による再発防止特別チームがそう報告書で指摘していたメディアの沈黙に関しても、この国会質疑でこう言っていた、知り合いの芸能プロダクションの元社長からこんな話を聞いたのであります。ジャニーズ事務所が日本の芸能界を牛耳っているため、ジャニーズ事務所に逆らうと、 タレントを引き上げられて番組ができなくなってしまうというのであります。それでテレビ局は遠慮して、ジャニーズ事務所に関する不祥事を放送できないそうであります。マスコミ新聞においてもニューヨークタイムズがこの問題を報じておるのにもかかわらず、日本のマスコミはヘッピー腰だという批判を受けておるのも、その辺に根拠があるのではないかとおっしゃったのであります。国会質疑で問題視されながら、警察や大手メディアはなぜ、ジャニー氏の性加害問題を無視し続けたのか、同調圧力で片付けられる話ではない。 一部の点を除いてはですね、すべて、えー、同意です、えー。当時僕は産経新聞におりまして、実はこの坂上さんの、えー、国会質疑は知っていました、えー。当時はですね、東京国税局担当に戻ったぐらいの時だったと思います。大阪でですね、えー、あ2000年ですから、この時は、えー、もう国会があった時は宇都宮支局で栃木県警担当だったんですね。 まあ、当時まだ30歳ちょっとでしたけど、まあ、そんな地方支局にいた僕でも、この問題は知っていました。確かにこういう話はよく、えー、耳にしていましたが、仮にえ、えー、僕がこのジャニーズ問題をですね、えー、取り上げたとしてもおそらく、うん、まあ、一回ぐらいは載せてくれてまあ、産経新聞緩い会社ですから、一、えー、回ぐらいは載せてくれたかもしれませんけれども、まあ、それで終わりだなという、 感じになったかもしれませんわかりませんが、でですねこの坂上さんという方が、この方はちょっと面白い方で,です、ね、まあ、うん、あの、高座へ相半ばする人です、あの原健三郎さんって、確か衆院議長を務めた大物だったと思うんですが、その方の秘書をしておりました、その後ですね、えー、衆議院議員を、えー、自民党から出て2期務めます。ででこの方は僕が大阪ににいた時はもうすでに えー、ちょっとした騒ぎになってたんですが、2006年にですね、宝塚市の渡辺さんという、渡辺さんという市長がですね、神戸地検特別刑事部にですね、逮捕されてしまうんですね。えー、まああの、なんて言うんでしょう、政治資金、えー、収支報告書の記載に問題があったような、そんな、まあまあちょっと収賄めいた話だったように記憶しています。 その後を受けてですね、2007年に宝塚市長になるんですが、もうついて早々ですね、宝塚市長になって早々公共料金の100万円以上の見払いが発覚したりですね、まあいろいろ吸ったもんだがあったら逆に最,最終的には2009年2月、この時に僕もう東京に帰ってたんですけど、兵庫県警に収賄容疑で逮捕されます。市営墓地の建設をめぐって現金100万円を受け取った収賄容疑。 で2019年にその後、10年後に72歳で、えー、亡くなられて、えー、日経新聞の記事になったわけですね、えー。悪いことしか書かれていないんですが実はこの方はですね、あのー、ジャニーズ問題にですね光を当てた実は功労者の一人であります文、えー、春とかですね、えー、政治家ではこの方だけのはずです。えー ですから、えーひ、まあ、なんていうんでしょう、選挙に弱くてですね、小池百合子さんが同じ選挙区だったんですね、だからいつも小池さんに負けてですね、え端、ー、をなめていたので、まあ、あまりお金もなかったんでしょう、公共料金を滞納してたぐらいですから、まあ、でも、さはさりながらですね、えー、実は、えー、ジャニーズ問題を国会で取り上げていた、ただ一人の国会議員。 だったわけです。で、僕がちょっと最近、うーん、と思っているのがですね、結局ジャニーズ事務所の、えー、CM がどんどん打ち切られています。今の、残っているところはですね、あの、新聞、テレビとかでこれを特集したメディアがないので、えー、ネットで、まあ、探した限りですけれども、主な会社、まあ、10社ぐらいまだ残っているみたいですね。バスクリーン。 パーソナル店舗スタッフ、P&G ジャパン、日清、厚生、エバラ食品、森永製菓、ライオンが今のところはまだ、えー、ジャニーズ、えー、事務所所属タレントを、えー、CM に起用すると言っています。モスバーガーはなんか顔にこうね、タレントさんの顔にこう、一部店舗があの、シール貼ったりなんかして問題になって、えー モスバーガーが謝罪したという記事が出てましたね。で、僕が気になっているのはですね、この問題が BBC で放送されて、大きく取り上げてからですね、急に野党を中心に、えー、ヒアリングが始まったりしているんですが、実はこの、えー、日韓現代の記事にもあったんですが、このジャニーズのですね、その、性被害を主張する、 方の中に、国の関与をですね、あの、主張している方がいるんですよ。まあ、あの、端的に言うと、ジャニーズ性加害問題当事者の会の石丸志文副代表55歳。で、この方がですね、立憲民主党が開いた、大体そもそも、あの、大騒ぎになってから、なんで立憲民主党が今頃やってんだよっていうふうに僕は個人的に思ってますけど、立憲民主党が開いた会合に出席した際、 未曾有の大事件を正当に解決できなければ、第2、第3のジャニー北川を生む、性加害にとんでもない代償を支払うことになる世の中を作るためには、国の関与は絶対必要だと強調と言ってるんです。で、僕はこれには、あの、明確に申し上げますが、反対です。なぜ反対かというと、ジャニーズ事務所は現段階で、え週刊文書によりますとですね、えー、1000億円の資産がまだあると言われています。え十分に、 仮に被害者が1000人だったと計算してですね。まあ、今までの、まあ、相場というと大変、あの、被害に遭われた方々には、あの、失礼な言い方になりますけれども、まあ、この週刊文書にも、これ出てるんですけどね。えっ、ー、と、大体、えー、この水木法律事務所の川本水木弁護士の解説。今回は裁判をしているわけではないので、当事者間の合意で決まります。 例えば民事裁判の場合、2017年の法改正で、公文成功、航空成功は強制成功当罪になった。同罪の賠償額はおおよそ300万から400万円になるケースが多いと言ってるんですね。だから300万円で、まあ、多めに見積もって1000人と考えても、まあ、ジャニーズ事務所は今現在、えー、資産がですね、 えー、この文春を読んでも、えー、固定資産だけでも200億は言うにありますねでおそらく稼いだ、まあ、あの流動化資金も含めたらですね結構なお金まあここにはジャニーが稼いだ1000億円の行方と書いてありますけどまあ当然使ってしまったものも相当多いでしょうからまあでも数百億は残っているだろうと考えるとですねまあ国が 関与するというのはちょっと意味がよくわかりませんし、えー、これで国が関与してしまうとですね、民間の不祥事を言ってみれば国が補填するわけですから、これはあのー、非常にこう責任の所在を曖昧にしてしまうというか、えーまあ、いわゆるモラルハザードになってしまう可能性が高いということなんですよ。僕はそういう観点から一つは明確にこれは反対したいと思います。それから、 えー、大体ですね法、大体時効が不法行為で、民事で5年、気がついた時から5年、えー、行為があってから20年ですから、まあ、短期の方を取ったとして、まあ、5年遡りますよね。それで時効になってしまうと思うんですが、えー、ジャニーズ事務所のですね、まあ、イメージ、何でしょうイメージで売ってる人たちですから、ことここに至っては5年で時効だから、あとは保証しませんというわけにも、おそらくいかないでしょうから、 えー、するんだと思いますけれども、えー、100%株主は相変わらず藤島ジュリー景子さんがいるわけですねで代表取締役社長に東山さんが入ってて関連会社にまあ命がいてででもまあ会社の株を100%持っているのはジュリーさんなわけですねこうなってみるとジャニーズ事務所の今後収益がどんどん下がっていくにしたがって放っておいたらですね今度は逆に えっと、賠償できる資産がどん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 減ってしまうわけですよ。その場合に、えー、この方、救済の手段について長田町法律税務事務所の長谷川博正弁護士が解説する。ジャニー氏は亡くなっており、すでに時効となったケースも多い。法的に被害内容を認定することは困難なため、超法規的措置として、基金を設立し、一律に賠償額などのルールを設定することは有効でしょう。僕も、これは一つの方策だなと思います。ただし、 ただしですね、僕はもう、これはね、本当に強く言いたいんですけど、産経新聞も含めて、一部ジャニーズファンで作る、ジャニーズの性加害を明らかにする会、ペンライトっていう団体が、を紹介していますが、産経新聞もそういうふうに紹介してますが、このペンライトの賛同人が、正直ね、あまりにも偏ってるんですよ。二刀夢野さん、北原みのりさん、えー、賛同者ね、新宗さん、 大田恵子弁護士、三井真理子さん、いわゆるですね、特に北原みのりさんですね、この方は、えーまあ、希望の種というところの理事をされているんですが、この希望の種はですね、えー、韓国の正義記憶財団、正義連ですね、あそこの、えー、まあ、ヨンミヒャン氏とですね、非常に密接な関係があるんです。で、慰安婦問題でヨンミヒャン氏は今、 えー、休刑懲役5年を出されて今、一審は罰金判決出したけど二審でまだ継続中なんですねで、この間は朝鮮総連の、えー、9月1日の関東大震災の、えーまあ、メモリアル式典に、朝鮮、民団が主催した方ではなくていわゆる北朝鮮系、朝鮮総連が、えー、主催した方の、えー、追悼行事に顔を見せた、わざわざ韓国からやってきて。 列席したといいうのでで今韓国で非常にに問題になっている人です、えー、あのこういう問題にです、ね、こう支援を表明することは決して悪いことだとは思いませんけれども、えーまあ、正直なところを言ってしまえばです、ね、坂上さんのケースを持ち出したのは、えー、要するに坂上さんは、まあ、高座へ相半ばする人物ではありますけれども。 何のまだあの背景、背景的にこう強い追い風がない段階で、まあ、文春の報道のみで,です、ね、国会で取り上げた坂上さんとです、ね、今、これだけ世の中がこう性加害の問題を、えー、フォーカスして、大変な追い風が吹いている段階で、まあ、突然ね、性加害を明らかにする会っていうのが出てきて、 え、活動するっていうのは、やっぱりちょっと違うだろうと思うんですよね。で、望月さん、望月、東京新聞の望月遺子さんが、非常にこの問題、あの、もう記者会見の時にも前の方に行って、わーっと4分ぐらい質問されてましたけれども、望月さんも結構この団体と結構密接に、えー、交流を持っててですね、なんか、あっちの方だけでこう、盛り上げよう、盛り上げようという、 気運が見られてですね、どうも僕はちょっとあんまり、うん、ちょっとな、まあ、正直言って、うん、なんかうさんくさいなっていう感じもするんですよ。だったら、今これだけ騒ぐんだったら、もっと前に後押ししてやればよかったじゃないかと、もっとね、その文春とかでまだ風が吹いてない時ですよ。と僕は正直思います。というわけで、僕は決してあの、 ペンライトの行動を否定はしませんけれども、やっぱりこの団体のこう関わり具合には、ですねちょっとやっぱり繰り返しますが、うさんくさいものを感じます、見ていかなければいけないし、逆に言うと、この問題をですね例えば、基金という話がですね週刊文春に書いてありましたけれども、ジャニーズ事務所自体が、ですねもうこの 賠償のための会社に特化してしまってその後は例えばタレントさんをですねまあホリプロなり何な,なりいろんな事務所に斡旋してもう一回その新しい事務所等にですね、えー、もう分散させるなりこう移籍してもらってもうジャニーズ事務所は畳んでしまうというふうにしてしまった方が僕は個人的にはいいんじゃないかと思ってるんですね。竹藤なんか がまあ昔、サラ金問題があってですね、法律が改正になって、一気にこうネジが逆に回ってしまって、まあ倒産しましたね、でまあ、創業者一族はまあ、株なんかでね、まあ、国税と相当、法民事で民事の法廷で戦いましたけれども、ま育、あ、く化のえ財は多分確保できたと思います。えー 他の今回はまあビッグモーターなんかもそうなんですけれども非常にあの存続が危ぶまれる事案だと思うんですね、えー、やっぱりちょっと不祥事のスケールが違うと言いますかもしジャニー氏がですね今現在この法律が改正した後もまだ今生きていてまだそれをずっとやっていてもし立件されたらですね これ多分最高向き長期じゃなかったかなあの、本当に向きになりかねない。まあ少なくとも懲役15年とか20年とか非常に長期の刑が考えられうるですね。非常に重罪なんですね。それをずっと社会が、マスコミが、警察がもう見逃してしまったという、やはり社会全体の負い目っていうのもあると思うんですよね。そこをですね、やはり考えて、 僕はジャニーズ事務所はもう被害救済に特化してですね、畳んでしまった方がいいんじゃないかなと、まあ僕がそんなことを言う、あの、資格はないとは思いますけれども、まあ一つの、あの、まあ、あり方というか、提言というか、意見といいますか、まあそういうことを考えても、ジャニーズ事務所はいいんじゃないかなと。で、まあ、移籍した、 まあ、被害救済が終わった後でね、もう一回ジャニーズ事務所として、まあ、名前をどうするのか、まあ、別問題にして、事務所をまた存続させるということは考えてもいいかもしれませんけど、当面の間はもうこれはあの、被害救済に特化した方がいいんじゃないかな、それぐらいの事案なんじゃないかなと、個人的には思っています。今日はこの辺にしたいと思います。皆さん、面白いなと思ったらぜひ、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 ありがとうございました。